はい、皆さんこんにちは。今回はね、プレミアムなバンダイさんからすごいのを届きましたということでね、新キットをご紹介となります。届きましたのはね、ジム、まあのね、何でしたっけ、ナイトシーカーとかになってるねやつの、まあオプションパックみたいな感じですかね。はい、このジム自体がね、私ノーマルカラーで塗ってませんので、これ、だいぶ前にね、塗ったスレッカーローさんですね、はい、ここスレッカーローさんのマークですね、ように、塗りましたやつしかないので、これに合わせていこうかなと。これね、あの視聴者様にプレゼントしていただいてね、こんな感じで塗ってますね。これの動画もありますので、よかったらね、見てください。はい、今回はね、こちら側ね、ライトライナーですね。はい、なんとなくね、こうノリで頼んだんでね、はい、ジム付きで頼んだのかなと思ってましたね。あのジム付いてなかったみたいなね、はい、うちの店長にね、ちょっと頼んどいてみたいな感じでね、言って頼んでもらったらね、なんとこのバックパックのみだったというね、はい、バックパックのみが5つ来ましたみたいな。はい、早速オープン。まあまあ、バックパックのみなんでね、そんなに、一応出してみましょうかね。開けてみました。シールがね、こんな感じで、かっこよろしい感じで見えますかね。ちょっと見えにくいですかね、はい、なんか数字とかもかっこいい感じでね、ついております。そして透明のなんか台座ですね、はい、こういうのついております。そしてね、なんかフェローブースター、これですね、これの部品も何かついてるんですけど、ちょっと後で説明書を見てみましょうかね。フェローブースター用ですね、はい、なんでしょうね。そしてこれもフェローブースター用のパーツ、共通パーツですね、はい、なんかあるんですかね。で、こちらがね、見えますかね、ライトライナー用って書いてますね、はい、これが新規のパーツみたいです。この1枚みたいですね。早速説明書見ていきましょうか。はい、どちらが1、はい、こちらが1ですかね、よくわかんないですけどね、はいはいはい。ライトライナー、私のイメージのライトライナーね、ギレンの野望とかに出てくるね、ジム指揮官機が使ったようなやつなのかなと思っておりましたけども、若干、デザインが違うのかな、どうなんでしょうね、よくわからないですよね。これの外側に、羽がつくっていう感じなんですかね、宇宙用のやつのね。はい、こんな感じになるみたいです。はい。あ、ジムインターセプトカスタムフェローブースター装備別売りにも付けれますよと、はい、書かれてますね。これですね。はい。でしょうねみたいな感じですね。はい。はい。はいはいはい、まあなんかちょっとね、作ってみましょうかね。はい、早速ね、すぐに、完成までスキップいたします。完成いたしました。こんな感じになっております。はい、なんかね、あのお魚ねエイみたいな感じねですけどもね、フェローブースターとちょっと比べてみましょうかね。まあここ基部はね、同じものを使ってるという設定なんでしょう。そしてね、この前のこの私こっち側ね、白く塗ってます。これノーマルカラーではありません。これは、スレッカーローを注意にね合わせてパーソナルカラーっぽく塗ったフェローブースターですね。でこの白くなってる部分がこうだいぶね、ここからこう長くなってますというのと、ここの尾翼みたいなね、宇宙用なんで尾翼いらないかなと、まあ、こっちは飛行機のね、尾翼みたいになっておりますわ。あ、そしてね、ここなんかこう動いてね、はい、ちょっと撮れましたけどね、はい、動いてなんか
補佐するみたいな感じなんでしょうかね。はい、足をね、こう乗っけるみたいな、ここに乗っけるみたいな表現がねありますね。はい、そして、エンジン部分の代わりに羽がついていると。でね、バニアのところも、ね、ここもね、違うようになってます。はい、こちらはね、一世代前というかね、今第何世代というんですかね、ちょっと忘れましたけどね、の飛行機、戦闘機みたいなね、バニアになっておりますね。はい、こっちはあのスペースシャトルみたいな、まさに宇宙用みたいな感じになっております。まあ、サイは、あとは大きなサイはここですかね。はい、これね、手で持つんですね。はい、あ、手で持ちますね、やはり。はい、こうやって手で持つようになってるみたいです。なのでね、こうグーをね、握り手が必要かなと思いますけどもね。はいはい。なんかいろいろ書いてますね、ここら辺ね。スナイパーカスタムにつけるんであれば、ここ外しなさいよとかね。インターセプトカスタムね、あのジムだけで打てるやつであればこのお尻のところについてるビームサーベルのラックごと外しなさいよとか書いてくれてますね。はい、どうしましょうか一応ねスナイパーカスタムもね、素組みして縫ってないのあるんですけどもね。はい、まあ飛行機というとね、スリッカーローだと思いますので、これに合わせてねバックパックが違うような感じで仕上げていこうかなと思いますけど、今回はすぐ見だけでねご紹介しようかなと思ってますけど、とりあえずドッキングさせてみましょうか。はいはい、これも一緒ですね。ここのビームサーベルの器具をね、はい、取りなさいということでね、あれ取れない取れないんでね、スナイパーカスタムねつけてみました。こんな感じ、飛んでる感じでね下から見たらなんとなく面白い感じですね。はい、上面から見るとこんな感じです。はい、横後ろ前ですね。まあこんな感じになっててね、まあ、武装どこに武装を持てばいいんだろうかね。スナイパーカスタムだとね、ここにスプレーガンついておりますけども、武装飛ぶだけなんですかね、これね。まあ、はい。なんとなくね、はい、バンダイさんの思惑がちょっと見えてきませんが、まあ、フェローブースター作った時に同じように企画されてたのかなとは思いますね。はい、これなんか利用してなんか改造パーツとかできないですかねとは思うんですけどもね。はい、とりあえずね、スナイパーカスタムランチャーパック取ればつきますよみたいなこと書いてますけども、バックパックも外さないとねつきませんでしたのでね、そこら辺もちょっとまあインターセプトカスタムをベースに考えられてるんではないかなという感じがいたしました。こんな感じに分かります。黒の上に置くとあんま分かんない、ちょっと説明書の上にやってますけどね。はい、なんかコナでしたっけちょっとね記憶があやふやなんですが、まあ、はい、なんかもうちょっとごつい感じのがあったような気がするんですがね。はい、なのでこのフェローブースターとねちょっと比較してみましょうかということでつけてみました。あら、インターセプトカスタムにねフェローブースター、はい、こんな感じで、ね、このフェローブースターね、ここが横にこうせり出しまして、今パチッとはまってませんでしたよね。バックパックのね、ここ穴のところに、ね、接続するやつがありますので、ね、がっつり接続できます。はい、フェローブースターもかなり重いんでね、立たすのはちょっと困難になりますけどもねまあ宇宙用ということ でライトライナーがこんな感じと、まあ大きさ的にはライトライナーの方が大きいのかなと思いま
ました。ただね、これインターセプトカスタム付きでなぜ売らなかったのかなと思うんですけどもね、はい、お値段の方が1450円か350円かだったと思います。ちょっとうろ覚えでね申し訳ないですけど、多分1450円だったと思います。税込みですね。はい、どこ書いてないですかね。はい、これね、モビルスーツは付属しておりませんって書いてますので、ね、皆さんお間違いないよね。でそして、多分インターセプトカスタム用に作られてるのでね、スナイパーカスタムも好きますけどもね、インターセプトカスタム買われた方がいいのかもしれないですね、という感じでございます。はい、ちょっと飛ばすやつとかしましょうかね。はい、まあまあ このまま飾るんであればいいのかなと思うんですけどもね。はい、そしてこの台座ね、結構使い前効くのかなと思います。はい、こんな感じでよっ、はい、こちらにも多分使えるんではないかなと思いますけどもね。はい、普通に、はい、こんな感じで使えますのでね、はい、ペロブサツお持ちの方はね、台座も月で台座500円みたいなね、考えながらやられればいいのかなという感じでございました。はい、このフェローボスさんの時も思ったんですけど、シールを持たないのかなみたいなね感じは思いましたけど、まあ、まあなんか特攻機的な感じなんでしょうかね。はい、まあお好きなようにね作られればいいかなと思います。そしてね、このラインテープみたいなのが入ってますんでね、はい、番号もね、なんか自由にできる感じでね、いろんな舞台を作られればいいのかな、はい、と思いますけども、はい、顔がいいか、背中みたいな、言いましたけどね、はい、まあ、これでジオラマなんか作ると面白いかもしれないですね、はい、まあ、好み的にはこのフェローブースターのね、エンジンむき出しみたいな、ここら辺がすごくね、スターウォーズチックで、これの動画の時も言ってるんですけどね、スターウォーズチックでね、この羽みたいなのもね、かっこいいなと思いますね。はい、せっかくなんで、このフェローブースターを利用したなんか、コアブースター的なのもね、作れたら面白いかなと思ったんですけどね。こちらでね、こちら、なぜか知らないけど、5個買ってましたんでね。こちらで何か作れないかちょっと遊んでみようかなと思っております。はい、皆さんもね自由な発想でね、ガンプラ楽しまれてみてはいかがでしょうかというね、はい、すぐみと提唱動画になりましたね。今回ね、検証提唱動画ですね。はい、それではこの動画面白いと思いましたら、グッドだチャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、サブチャンネルもいたしております。ただいまね、ダンバインのゲーム、ダンバイン聖戦士伝説っていうね、シミュレーションゲームやっておりますので、ね、そちらの方もね、見ていただいてね、気に入っていただければ、チャンネル登録などしていただけるとありがたいです。それでは、さよなら。